よいしょ。ん？何？最近さ、うん、ダイエットについて知りたいって言ってなかった？まあそうですね。でしょ？なんかダイエットについて知りたいって言ってたじゃん。なんか気になるねって感じ。そう。だからさ、なんと明日ですね、あの前行った BS クリニックってあったじゃん。その BS クリニックの院長の森川先生と明日対談します。え、対談で話し合うってそこ、そう話し合えるんだよ、だから明日。だからいろんなダイエットについてさきちゃんが気になってることとか質問できるの明日。なんでも。すごい。嬉しくない？うん。いろいろダイエットについて聞いていきましょうか。はい。緊張しない？コミッション発動するダイエットについて聞いていきましょう。はい。ゆうさき、ゆうきです。さきです。ゆうさきです。バッキュンキュン。本日は医療ダイエット専門の先生といろいろお話を聞いていこうと思います。先生、自己紹介お願いします。はい、 BS クリニック院長の森川です。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。はじめのオープニングのバッキュンキュンいいですね。ありがとうございます。 YouTube 拝見しました。ありがとうございます。結構 YouTube 見て思ったんですけど、お互いにこうかけるじゃないですか、ドッキリみたいな。はい。一緒に住んでて、なんかこれももしかしてドッキリなのかなみたいな、結構疑心暗鬼になっちゃったりしないですか？いや、ありますね。ありますよね、絶対。はい。あ、もしかして今カメラ回ってるみたいな、はい、ちょっと探しますってなりますよね。そわそわしちゃいそうですので先生、いろいろ気になっていることを聞いていきます。医療ダイエットとはどのようなものですか？はい、医療ダイエットはいろいろあるんですけれども、医療機器による施術、あとは内服ですとか栄養指導、こういったものを組み合わせて健康的に痩せていきましょうっていうダイエットなんですね。はい。医療ダイエットで使うその医療機器にはラジオ波ですとか医療 EMS、 脂肪冷却、あと医療配布、こういったものがありますね。あの、実は2人であの BS クリニックさんで、ラジオ波の施術を、そうなんですね、はい、したことがあったんですけど、最初本当に怖くて、怖いのかなみたいな思ったんですけど、全然痛くなかったですけどね。はい、なんかむしろ暖かくてちょっと気持ちいい感じ、はい、気持ちかったですよね。はい、マッサージ、リンパが通る、はい、そうですよね。結構人気なんですよ、ラジオさんね。はい。脂肪冷却って聞いたことあるんですけど、はい、どのような感じなんですか？はい、機械を当ててこう脂肪を吸引しながらどんどん温度を下げていって、脂肪細胞だけを破壊して、で、まあ、ビフォーアフターがねすごく出やすいんですけれども、かつリバウンドが少ないっていうのがメリットなんですね。なんでかっていうと、その、まあ、こう温度を下げていって脂肪細胞だけが凍る温度っていうのが、まあ、破壊できる温度っていうのがあって、でその温度まで下げてあげる、で、まあ、温度をね、まあ、戻していって、他の細胞は大丈夫と。一回そのね破壊された脂肪細胞っていうのはもう元には戻ってこないので、だからリバウンドも少ないっていうことになります。いいね、それ。そうなんですよ。リバウンドしないんだ。大変人気です。医療ダイエットと送信エステの違いって何ですか？あ、そうですね、はい、あの先ほどお伝えしたような医療機器はもちろんね、あの送信エステの方では使えないですし、あと内服もねエステの方では使えないですよね。栄養指導に関してはもしかしたらやっているところもね、あるかもしれないんですけれども、まあ、そういうところってやっぱり医療だからこそできるところになりますね。ダイエット中の食事について質問なんですけど、はい、あの普段 UberEats で韓国料理とかお弁当とか頼むんですけど、炭水化物ってやめた方がいいですか？いや、いいと思いますよ。本当ですか？私も大好きです。ラーメンとかもね、やめらんないですね。ですよね。ラーメン本当に好きです。はい、もうなんならジロリアンなので。ああ、本当ですか？はい、めっちゃ食べるね。あ、行きます。あ、行くっていうか、はい、行きます。彼女はあんまないんですけど。あ、そうなんですね。はい、私はやっぱ歌舞伎町。あ、あるんですか？はい、ごめんなかなか量多いですので。そうですね。あと韓国料理とかもね、つい先日も私も行きましたけど、韓国料理も美味しいですよね。美味しいです。炭水化物の取り方なんですけれども、タイミングが大事だったりしますね。運動の前ですとか直後に炭水化物をね取っていただくのがよくって、でそうするとエネルギーとして効率よく消費されやすくなるので、蓄積しにくくなると
ていうことなんですね。夜中とかに結構ラーメンとか食べちゃいます。やっぱね、食べちゃいますよね。気にせずなんか食べたいものを食べちゃいます。まあ一応ね、その寝る前は控えた方がいいっていうのがあったりします。この蓄積されやすくなっちゃうんでね、消費量が少ない時間帯ですからね、カロリー。私も夜ね、食べるのが一番多いですけど。食べたくなりますよね。ね、なっちゃいますよね。ダイエットするのであれば、そのあたりに気をつけるといいですね。ちなみに自炊でよくお鍋を作るんですけど。あ、いいです。はい、作ってくれるんですけど。ダイエットレシピとかあったらちょっと教えていただきたいな。ぜひ、はい、おすすめの鍋レシピなんですけれども、きのこと鶏肉の塩鍋がおすすめですね。あの椎茸ですとかえのきとかね、ああいうきのこ類と鶏肉、特にまあ胸肉がいいんですけれども、脂質が抑えられていて食物繊維がね、豊富に含まれているので健康的に痩せられると思います。結構野菜が好きだから、その野菜を鍋に結構結構入れてました、はい、どんな野菜入れます？白菜とか、ネギ、もやし、えのき、野菜じゃないんですけど、油揚げとか。あ、いいですね、はい、美味しいですよね、はい、吸ってね、はい、いい感じになってくれる。で、また別のおすすめになるんですけど、はい、根菜たっぷり味噌鍋。はい、はい、っていうのもおすすめですね。はい、根菜は人参とかごぼうとかね、ちょっと処理がめんどくさいなっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ結構ね、あのごぼう その処理済みのやつがね、こうパックで売ったりするので、そういうのを使うとより楽ちんに使えるかもしれないですね。で、根菜はやっぱりね、食物繊維が豊富に含まれていて満足感は得やすいっていうのがメリットなんですね。で、味噌ベースで温めてね、食べていただくと体も温まりますので、冬にはすごくいいと思います。うわー、食べたい。美味しそう。3つ目のおすすめの鍋レシピなんですけれども、鶏むね肉の水炊き。はい、まあ、シンプルなね、メニューなんですけど、やっぱり、はい、鶏のむね肉は低脂肪で高タンパクなので、余分な脂肪分をね、抑えたり、ダイエット中にぴったりの食材になりますね。ダイエット始めたいんですけど、何から始めたらいいですか？はい、明日からすぐ、ね、なんなら今日からすぐできることですけれども、一つ目は食生活を見直すことです。これはね、食事の質を変えていくことになりますね。はい、で、二つ目が水分摂取を多くすることですね。水ですか？はい、お水ですとか、あるいはハーブティーとかでもいいんですけれども、そりこいですね。ずっともう一回なんか入るとやばい。何が入り口だったんだろう。よくね、聞いたことあると思うんですけれども、あの1日に水分2リットル、ね、はい、取るといいよっていう。ちなみに水って1日どれぐらい飲んでるかとか分かります？500ミリリットル飲むか飲まないか。僕でも結構飲む方だと思います。水じゃなくて水分もめっちゃ、あ、水分めっちゃ通りますね。水分はちなみにどんな水分を？最近は、ルイボスティーあるじゃないですか。あ、いいですね、はい、そのルイボスティーと水を、まあ、1リットルぐらいですかね。それでもとコーラあ、コーラ、コーラも飲みますね。はい、そうなんですね、はい、コーラね、コーラはダイエット的にはちょっと敵かもしれないので、はい、糖分、そうですね、あの糖分が多いっていうのと、この後ね、あのご説明するんですけどね、加工食品のね、糖質を抑えましょうみたいなのがね、あるので、はい、食事については質を大事にするってことだったんですけど、はい、やっぱりあのカロリーも制限した方が、そうですね、カロリーも考えていた方がいいと思います。はい、ただカロリーの制限のしすぎっていうのには要注意で、過度なカロリー制限っていうのは、健康を害する可能性があるのでね、まあ、適度な栄養をね、取りつつも適度なカロリー制限っていうのをやっていくことが大事になります。基礎代謝がどれぐらいあるかっていうのもね、知っておいてたらいいと思うんですけれども、20代の男性ですと1530キロカロリーっていうのがね、基礎代謝になります。で、女性になると20代女性の場合だと1110キロカロリーっ
ていうのがね、目安になっています。ちなみになんですけれども、この必要なカロリーからだいたい1日500キロカロリーぐらい減らすことができると、週に 0.5 から1キロぐらい痩せられるっていうことになりますね。1週間で。そうですね。運動について最近あんまり習慣化できてなくて、でやっぱりその筋トレとかって大事なんですか？そうですね、はい、あの筋トレも組み合わせられるといいですね。まあ、筋トレあるいは、まあ、運動、はい、そうなくても大丈夫です。あ、本当ですか？はい、まあ、運動はねなくても大丈夫なんですけれども、簡単な運動、ウォーキングとかね、ジョギングを取り入れられるとより効率的にダイエットができるかなと思います。あの周りでリバウンドとかなんか結構しちゃうっていうのを聞くんですけど、リバウンドしないためにはどうしたらいいですか？はい、そのためにはまずリバウンドの原因が何かっていうのを知っておくことが大事で、一つ目は急激なカロリー制限なんですね。でもう一つが短期間での目標設定をしてしまうことなんです。急激なカロリー制限をすると確かに結構早くね体重は落ちます。ただそうすると、あの体はもう飢餓状態で飢えてる状態、そうすると体の中ってちょっとでも入ってきたらそのカロリーをね蓄えようとするっていうようなスイッチがオンになってしまうんですよ。なのでよし、じゃあこれだけ痩せられたからもうダイエット終了っていうことで食べちゃうと、それを体が蓄えようとするですよね。でリバウンドしてしまうと、いっぱい食べる解放感からもいっぱい食べちゃったりします。あ、なるほど。で2つ目の短期間でのねダイエットっていうところなんですけれども、やっぱりあの短期間でぐっと、ね、痩せる、まあ、無理な計画を立てるよりも中長期的な観点で、まあ、自然と痩せられるような生活習慣を身につけられるっていうのが理想的ですね。特に女性の場合はホルモンバランスに影響したりっていうのがありますので、はい、できるだけバランスの取れた食生活を送りながら長期的なダイエットができると思います。鍋料理を教えてもらった時に、はい、タンパク質ってワードをよく聞いたんですけど、そうですね、最近周りでもプロテインを取っている人がいて、プロテインって結構あの太るっていう印象があるんですけれど、ダイエット中にプロテインを取ることっていいんですか？でもしそれが取るってなったら、はい、どのようなタイミングで取ったらいいですか？健康食品であるプロテインは運動の前後ですとか食事と食事の間のちょっと小腹が空いたなというような時に飲むのがおすすめです。でプロテインの効果として満足度の向上ですとか代謝の促進、こういったものがあります。よく2人であの夜更かしして夜遅くにご飯とか食べちゃうんですけど、それって太りやすいですか？それと夜食食べる場合の注意点を教えてほしいです。はい、夜遅くにね食事をとるときは注意点があって、寝る、つまりそのベッドに入ってね寝てしまう 2,3 時間前にはもう食事を済ませておいた方がいいっていうのがあるんです。私結構これ意識してて、仕事が遅くなって今日はもう帰って食べてもうすぐ寝るだけになりそうだなっていう場合はもう外で食べて、でそうするとねこう帰ってお風呂入って、そうですね、ちょっと時間がね、はい、余れるので、はい、結構意識してます、はい、で夜食とかでね意識してもらうといいかもしれないんですけれども、夜遅くにお腹空いたなっていう時は低カロリーで消化のいいものを選んだ方がいいです。例えば野菜スティックですとかヨーグルトですとかそういったものですね。あとは日中の食事で栄養バランスのいいものを選ぶというところ。こうしたね、健康的な食生活を送ることで、体重だけではなくて、健康的な睡眠にもつながっていきますので、大変おすすめです。はい、はい、ではここまでね、ダイエットについていろいろとお話をさせていただきましたけれども、最後に龍木さん、咲さんの方からね、聞いておきたいこととかございますか？もう本当にいろんなことを今日聞けたんで、はい、もう、はい、勉強になりました。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。今後ちょっとこの対談を生かしてダイエットをちょっと頑張ってみようと思います。ぜひ頑張っていきましょう。はい、はい、頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。
聞いてどうでした？まず一番最初にやっぱりしないといけないことは、コーラをやめることです。間違いないね、うん、俺ら本当にコーラ飲みまくってるからちょっとそれ見直さないとね、うん、でもさ飲みたいよ。だから飲むとしてもたまにとかね、その毎日毎日飲んだらダメだね、うん、じゃあたまにで飲もうか、うん、そうだね。でもあれやね、やっぱいろんなこと質問できて本当よかったね、うん、何からダイエットしたらいいかわからん人とかさ、うん、結構いると思うからさ、うん、その人たちにも結構わかりやすい動画になったんじゃないかな。確かに。はい、じゃあ今後ダイエットというか僕たちの場合は食生活と、まあ、生活習慣をちょっと見直していきましょう。頑張ります。はい、頑張りましょうね、はい、この関ちゃんの顎のお肉も消えていくんじゃない。はい、それでは皆さん本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。